出張2日目、あいにくの朝から雨です。仙台にある三三商店街というところにやってきました。津波が来て、あえてここに新たに商店街を作ったということですね。まだ木の匂いもね、新しいですね。まだこの奥は開発中で、これからまた広げていくのかな。すごいですね。南三陸三三商店街って書いてありますね。明るすぎて白飛びするんで、シャッタースピードを変えました。240分の1でこれぐらい。 GoPro 結構シャッタースピード大事だね。ほんと白飛びしちゃう。さて、復興支援のために今からこの三三商店街で散財したいと思います。はい、ここも食べるところだね。創作春魚橋本さん。この辺もご飯食べるところ。あ、スターバックスっぽい。なんだここ、コーヒー屋さんかな。南三陸三三商店街のなぜかタコ。今ここの人に聞いたらね、なんかすごくタコが有名な土地だったらしいですね。はい、お土産はこのフカヒレスープを買ってきます。はい、ラーメン好きの弟たちにはこの気仙沼フカヒレラーメンを買っていきたいと思います。気仙沼の魚市場に到着しました。今日はここでランチを食べます。すげえかっこいい竹細工のマグロ船が気仙沼でこれだけ購入。はい、今日の昼飯は気仙沼市場寿司。おお、すごいな、回転寿司なのにね。岩手県の世界遺産毛越寺、中入ってすぐ社務所があります。紅葉がすごい綺麗。この御神木大きいな。ほい、中に大きな池がきれいに手入れされてありますね。別サイドから見てもきれいだね。すごい雨降ってるけど、そんなに雲ないけど、どうなってんだろう。あ、船がある。池からまっすぐ来るとお堂があります。このお堂はかやぶきですね。これが世界遺産の理由かな。500円納めれば金付きできる。もう通じのそばどころ東風湾。こう風が強いけど音声どうかな。雪みたいな雨も降ってるしね。次は平泉の中尊寺に移動します。今中尊寺に着いたとこですが、駐車場にすごいバイク並んでます。上り坂きついなこれ。はい、中尊寺金色堂にやってきました。これからチケット買って入っていきたいと思います。中尊寺の紅葉が今すごく綺麗。はい、これから金色堂に移動します。ちょっとね、撮影ができないので、この中尊寺はあんまり、まあ、これぐらいかな。外の景色が綺麗だったので。はい、中尊寺の金色堂です。中はね、撮影禁止なので外撮ってます。
はい、中尊寺の本堂入っていきます。ここはとっても良さそうなんで、ちょっといいね、綺麗なお寺、ご本尊金箔だな。花巻温泉到着です。庭がとっても綺麗、ライトアップもいい感じにされてますね。綺麗だね。おお、これ暗くてもこんなに綺麗。今日はないけど、かがり火を焚く準備がしてありますね。岩手といえばわんこそば、お土産買って帰ろうかな。冷麺も売ってますね。はい、それでは今日はゆっくり寝たいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。